ご覧いただきありがとうございます。今回はヨーロッパリーグ第5節、オモニア対レアルソシエダの予想スタメンなどについてお話ししたいと思います。試合はですね、オモニアホームで行われまして、日本時間明日10月28日朝4時からキックオフの試合になっております。またやっぱり4時は微妙ですね。もう起きるには早いですし、寝るには遅いので4時かーっていう感じはするんですけれども、バッチシね、早く寝てまた試合を見たいと思います。で、前節ソシエダはバジャドリード戦が10月22日土曜日にありまして、まあ、そこから日本時間で、まあ、約6日間程度空いたわけなんですけれども、バジャドリード戦で連勝記録は、まあ、止まったり、まあ、ゴールも取り消しがあったりと、まあ、ちょっとソシエダ嫌な流れで連勝が止まったわけなんですけれども、まあ、ここで試合が空いたことでですね、まあ、一旦リセットするという意味でも良かったのかもしれないですね。まあ、それにしてもこう過密日程が続いてましたので、まあ、6日間程度ソシエダの試合がないだけで、もう試合が今回行われるのはかなり久々な感じがしますね。だいぶソシエダの試合ないなと思いながら過ごしていたので楽しみです。で、ソシエダはですね、ヨーロッパリーグここまで4連勝できてまして、ただ対するオモニアはヨーロッパリーグ4連敗という状況です。で、残り2試合で2位のマンチェスターユナイテッドが今現在勝ち点9なので、まあ、正直勝ち点0のオモニアは今日の試合は消化試合という状況ですね。で、ソシエダはですね、前節バジャドリード戦で公式戦8連勝がストップしたわけなんですけれども、オモニアは今現在公式戦5連敗中でして、まあ、先日監督が解任されたということで、まあ、今回の試合は新しい監督新体制で臨むという状況です。で、3位に今いてるシェリフもですね、マンチェスターユナイテッドとの得失点差を考えますと、まあ、現実的にちょっと2位に入り込むっていうのは正直難しい状況でして、まあ、実質ソシエダとマンユーとの一騎打ち状態という今状況に来てます。で、今日の試合マンチェスターユナイテッドが負けた場合、ソシエダは引き分け以上でグループステージ突破が決まりまして、もしくはマンチェスターユナイテッドが引き分けた場合はソシエダが勝てばグループステージ突破という状況ですね。なので、いずれにしても2位のマンチェスターユナイテッドはもう勝つ以外かなり厳しい状況に追い込まれているという展開に来てます。で、このヨーロッパリーグ最終節第6節ですねが、日本時間11月4日の深夜2時45分からソシエダホームで行われるんですけれども、このヨーロッパリーグ最終節マンチェスターユナイテッドとの最終節はすでにですね、ソシエダのチケット完売という発表が出てまして、なのでかなりスタジアム超満員の状態なので、かなり熱気に包まれると思うんですけれども、まあ、マンチェスターユナイテッドもですね、今日の試合は、まあ、マンユーのホームでシェリフを迎えますので、まあ、順当にいけばマンチェスターユナイテッド勝つだろうという見方ができると思いますし、まあ、今日マンチェスターユナイテッド勝って、まあ、ソシエダも負けなければグループステージ突破はどうかっていうのはもう最終節で決まるということになるので、まあ、ソシエダのスタジアム含めてかなり熱い状況になりそうだなというふうに思います。で、続いてレアルソシエダ、かなり悪いニュースなんですけども、ダビド・シルバがですね、前節バジャドリード戦で前半のみで交代したわけなんですけども、どうやら右大腿直腸筋の怪我であるという発表がありまして、ここから戦線離脱すると。でですね、ワールドカップの中断に入るまでにあと残り6試合あるんですけれども、
シルバはこの6試合すべて欠場ということで、まあ、なのでまあ満遊との最終節の試合ももちろん出れないですし、まあ、かなりちょっとね稼働していたので残念ではあるんですけども、まあ、ただね逆の見方をすれば十分なぐらいねシルバー稼働していましたんで、まあ、ここでしっかり直して怪我を直してですね、まあ、ワールドカップの中断明けからまた活躍する姿を見たいなと思います。でもう一つもちょっと良くないニュースなんですけども、胃腸炎性の風邪、まあ、インフルエンザっていう話もあったんですけども、セルロート兄貴が前節のバジャドリード戦この風邪で欠場していたわけなんですけども、まあ、今回回復したということで、まあ、このオモニア戦の試合にも帯同していたんですが、まあ、ただこのキプロスに向かう飛行機の中でセルロート兄貴の状態が再度悪化したということで今回も離脱するということになりました。まあ、この胃腸炎性の風邪って確かねこう戻してしまったりするような症状あったりすると思うので、まあ、この飛行機の中でどういう状態になったのかってわからないですけれども、まあ、他の選手にね移っていないかっていうところも少し心配ですよね。まあ、このダビド・シルバもセルロート兄貴もいないとなると、まあ、さすがにちょっと前線が手薄になってきたなと。前回のバジャドリード戦の後半でもですね、まあ、セルロートが兄貴がもともといなかったですし、ダビド・シルバも前半で交代しましたので、このバジャドリード戦の後半もですね、まあ、かなりこう前線やっぱり手薄だなというのはやっぱり見ていて思いましたね。で、まあ、今回この状態を受けてソシエダは、まあ、B チームから7人招集するということになっているようです。まあ、前回ねバジャドリード戦の後半途中出場してきたのパブロマリンとかはかなり動き良かったですので、まあ、ぜひねこの B チームから新たな戦力としてまあ期待できる選手が出てきてくれたら嬉しいなというふうに思います。でいつものマルカのスタメン予想なんですけれども、右サイドバックのソラですねが、まあ、前回のバジャドリード戦で復帰情報があったんですけれども、まあ、今回もちょっと招集メンバーに入っていないというところで、あと左サイドバックのアイヘンもいないので、まあ、ディフェンダーもやっぱり手薄になってきたなと。一応マルカの予想ではですね、キーパーがレミーロ、右サイドバックがゴロサベル、真ん中がアリツ、パチェコ、左サイドバックはリコという予想になってまして、で中盤がですねこれダイヤモンドになると思いますので、おそらく中盤の底がゲバーラで、右にブライス・メンデスになるのかトップ下に入るのか、まあ、中盤の予想はブライス・メンデス、パブロ・マリン、メリーノが予想されてますね。この予想に入っている背番号16番のゲバーラなんですけども、まあ、前回のヨーロッパリーグオモニア戦で突き刺すようなゴラスと決めている選手がこのゲバーラですので、まあ、ちょこちょこねラリーガでの試合でも出てきたりしていますから、まあ、今日の試合ぜひ期待したいなというふうに思います。でマルカの予想では2トップはカルロス・フェルナンデスと久保建英の2トップになっていますと。まあ、ちょっとわからないですけどね、この右にブライス・メンデス、トップ下に久保建英、左にメリーノで、ツートップがカルロス・フェルナンデスとカリカブルとか、まあ、そういったパターンもあると思いますし、まあ、ちょっとどういった予想になるのか、実際ね、どういったスタメンになるのかってちょっとわからないですけれども、まあ、ぜひね、今日出るメンバー、頑張って、ぜひ勝利してほしいなというふうに思います。で久保選手ね、もう前回の試合でゴラスト取り消しという、まあ、ちょっと悔しい結果に終わってしまったので、まあ、今日の試合はね、必ず先発すると思いますので、できれば前回の悔しい結果を払拭するようなですね、活躍をぜひ期待したいなと思います。まあ、ということで、また今回の試合が終わりましたら、試合が終わった後の動画出したいと思いますので、よろしくお願いします。今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは失礼いたします。